神戸マツダプレゼンツ庄司サトルドライブショー。この番組はサウンドクルー庄司サトルがお気に入りのマツダの車に乗って全国各地のおすすめスポットを巡るロングドライブの旅。さまざまな出会いや汗と笑い、時には怒りが交差する台本なしの物語。目指せマツダの車で全国走破。それでは、はい、はい、いきますかね。はい、市場のこの神戸マツダ三田店さんの市場のコースを走るっていうことですね。はい、そうですね。はい、ね、一周で、まあ、10分もかからないぐらいですね。だから結構三田店は、他のお店のお客さんも市場に来るぐらい結構だから走りやすいんですよ、ここって。神戸マツダプレゼンツ、庄司サトルドライブ、庄司です。浅井です。キャリーです。ユウです。もう完璧ですね。ありがとうございます。完璧。もうじゃあ僕、根沢さんじゃなくてもうこれユウさんで。いいですか。はい。新しい CX3 です。結構皆さん自分乗るときにハンドルの位置変える、椅子が変えてもハンドルまで変える方あんまりいないような気もするんですよね。もうね、あるままで乗る、まあ、この車はこういうポジションなんやって乗られる方が多いと思うんですけど、マツダは昔から結構そのシートの高さを変えるとか、そういったところの調節幅は私たちさんよりもちょっと多い目に取ってると。そうですね。だからね、ちょっとやっぱり覚えたてから、うん、ずっとジンバ一体、ジンバ一体って言うてますけど、うん、はい、本当のジンバ一体教えてもらったような気がします。乗り心地なんですけど、どうですか？いや、抜群にいいですね。先ほどちょっとコーナー回ってる緩いカーブですけども、吸い付くというか、その曲がってる時とても気持ちいいですね。そうですね。マツダの車は結構前からの直線をぶっ飛ばすよりもやっぱこうカーブが来るのが楽しいと。私入社して、3代目かな、4代目の靴が女の人やって、はい、その人によく曲がるのが楽しい、車やって。ああ、そうか、そこをちゃんともう、目指してずっと車作りしてるってことですね。そうですね。だから、速く走るためだけじゃなくて、はい、やっぱり車の操る楽しさっていうか。さて、今回のこの CX3 ですが、今僕たちが乗っているのはどのグレードになるんですかね？これはガソリンのモデルになりまして、今回の部分から増えました 20S、20S プロアクティブ S パッケージというグレードになってます。で、一応外観が今までの上位モデルの L パッケージと全く同じになって、はい、はい、で、を選べるという内容になってますね。さあ、こちらは、はい、これはもう右本線合流で、はい、右に出しておいてください。ちょっと踏んで、ああ気持ちいいですね。気持ちいいですね。軽いな、なんかヒューっていきますね。そうですね。まあ2000ガソリンの方も、はい、見た目にはね大きく変わってないように見えますけども、もう技術っていうのはもう常に増えていて、改善しておっておりますので、うん、だから一回乗ってもらって、ちゃんと使い方、今日みたいに教えていただくと、そうですね、わかります。ので、皆さん、神戸マツダ、三田店へ。You いる？次出番してください。あんまり You って言われたことがないので。そうですね、これから親ぐらいに。親はでも You ちゃんとか You くんとかじゃないですか。そう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 、親兄弟だけしか言われたことないんで、家内と嫁と。あ、僕も三男なんで写真死ぬほど少なかったですね。あ、そうか。そう、結婚式の写真をね選ぶじゃないですか、紹介ビデオみたいな続きするのが恥ずかしいから、そうそう、はいはい、4枚目で高校生まで行きました、はい、確か4枚5枚目で、そうですか、3年生なんです。僕そうなんです。テレビが昨日やっと見れるようになった。あ、引っ越したてなんです。はい、冷蔵庫も洗濯機もないです。もしユウさんがお時間あったら、例えば火曜の晩とかに、はい、一緒に食事でも行きたいなとか、
ょっと私のサンダー話も中途半端で終わってしまうとりあえずあの私も半分サンダー市民なんで仲良くしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。駐車下手くそなんですもうこの辺でいいですか。はい、これでリバースに入れてください。今だからこの黄色がずれこの動くからそうですそうです、こうやって合わせて、そうそう、そっちの方にって言われて、でそれをある程度要はそれで限界が分かるわけなんで、はい、でそれであと普通にこれでこのね、こうやってあのシャワー枠の中まで入ると、はい、このね、駐車の白い、ね、帯はちゃんとまっすぐになるように見えますんで、これで自分が車まっすぐかどうか分かる。まっすぐだからいつもこれがハンドルどれだけ曲がってたか分かんないんですね。そう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 です。でこれで今まっすぐに戻してやればまっすぐ収めてる。あ、いやすいません、ちょっと興奮してどっだけとか富山で言ってしまったんですがすいませんでした。いやどうもありがとうございます。ね、お疲れ様でした。待っててもらってますよ、はい、あ、ちょっとお客さんがちょうどね、はい、来られたんであれですけど、あ、取りに行きましたね、あの人さ、実況、あーもうね、財布を、あらあら すいませんでした。はい、はい、もう入ってください。ありがとうございました。すいませんでした。